ニーニーゼミの抜け殻ニーニーゼミ撮影。2008年8月7日、千葉県ニーニーゼミは、カメムシメ、セミ科に分類されるセミの一種。日本、台湾、中国、朝鮮半島に分布する小型のセミである。成虫の体長は20から24ミリメートル。生きている時は全身に白っぽい幸福が、頭部と前胸部の地色は、肺褐色、後胸部と腹部は黒い。 公共部の背中中央には、大々色や、黄緑色あるいはその二つの色が混ざった、W 字型の模様がある。他のセミに比べて体型は丸っこく、横幅が広い。複眼と前肢の間に平たい、耳のような突起がある。また、セミの羽は、シム役以外透明な種類が多いが、ニーニーゼミの前肢は、褐色のまだら模様、孔子は黒地に、透明の縁取りである。 捕まえた際に、他のセミには見られない腹部を素早く伸縮させる、行為を行う。ニーニーゼミと、その近縁種の抜け殻は小さくて丸っこく、全身に泥を被っているので、他のセミの抜け殻と容易に区別がつく。また、他種に比べて、木の幹や根元などの低い場所に多い。北海道から九州、対馬、沖縄本島以北の南西諸島、台湾、中国。 朝鮮半島まで分布する。ただし、機械島、沖の選ぶ島、与論島には分布しない。群馬県で、レッドリストの注目の指定を受けている。日本産のセミとしては、学名の記載が早かった種類で、学名ケンプリーは、江戸時代に、長崎、出島に赴任した、ドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルに対する県名となっている。 平地の明るい雑木林に生息し、都市部の緑地などでも見られるが、幼虫が生存するには湿気を多く含んだ土壌が必要で乾燥する公園などでは数が少ない。ただし口述のように近年は都市部で復活傾向も見られる。地域にもよるが、成虫は梅雨の最中の6月下旬頃から7月頃にかけて発生し、他の蝉より早く鳴き始める。 8月には少なくなり、9月にはあまり見られなくなる。地中から出てきた幼虫は、他のセミの幼虫と比較して割と木の根元付近で、羽化する。成虫になるまでの時間が短く、羽化した日の夜のうちには、飛行が可能になる。成虫は、桜の木によく集まり、人の手が届くような、低い枝にもよく止まる。 体の肺褐色と羽のまだら模様は樹皮に紛れる、保護色となっていて、遠目には木の幹に小さなコブがあるように見える。オスは羽を半開きにして、チー、ジー、と繰り返しなく。鳴き始めは、チーが数秒、急に音が高く大きくなって、ジー、数秒マイナス10秒ほどで緩やかに、チーへ戻り、数秒後に再び、ジーとなり、鳴き終わりは、チッチッチッ。 となる。日中の暑い時間帯には鳴く個体が少ないが、明るいうちはほぼ1日中泣き、夜でも街灯などの近くで鳴くことがある。他のセミが鳴かない朝夕の白明頃には、日暮らしと並んでよく聞こえる。交尾が終わったメスは枯れ木に産卵管を差し込んで産卵する。セミの卵は、孵化するまでに1年近くかかる種類が多いが、 ニーニーゼミの卵はその年の秋に孵化する。ニーニーゼミに関しては2008年以降東京都心部でこのセミの生息数が再び増加傾向が見られる。また全国的にも市街地において復活傾向にあり大阪市の中心部でも2011年は様々な地点で鳴き声が聞かれた。上述のようにニーニーゼミは乾燥した環境に弱い。 セミとされてきたが、近年の増加傾向を見る限り、乾燥への耐性を徐々に身につけつつある可能性がある。一方で、地球温暖化により、年降水量、特に初夏から秋にかけての雨量が増加傾向にあることから、生育環境が変化している可能性もある。ちなみに、田園地帯では、昔も今もごく普通のセミである。東北地方では、 地球温暖化等を背景に、近年はニーニーゼミの数が増加している。日本産のニーニーゼミ属プラッテプルウラニーは、計2属6種が知られる。ただしニーニーゼミ以外の5種の分布はすべて当初部に限られる。ありがとうございます。